コンペティション部門の作品選定を担当しております矢田部義彦です。動物だけが知っているフランス映画です。ドミニック・モル監督の作品なんですけれども、ドミニック・モルという監督を聞いてあっと思われた方、ちょうど2000年ですか、ハリー見知らぬ友人という作品が非常に、話題になりました。その監督の作品なんですけれども、フランスの山の中の村ですね。で、雪に閉ざされた、環境の中で一人の、女性が行方不明になる、そのニュースを村人が見るところから始まるんですね。そこからいろいろな奇妙な事件が起きてくるんですけれども、いくつかの登場人物の視点によって物語が語り直されていくんですけれども、見ているうちにあっと驚く真実が明らかになると、そういったストーリーテリングの妙を楽しんでいただく作品です。何人か主要な登場人物がいるんですけれども、そのうちの一人がドゥニ・メノシェ、ジュリアンという映画で非常に恐ろしいお父さんを演じたのが、印象に新しいですけれども、彼あるいはバレリア・ブルニー・テデスキーといった、フランスとイタリアのスターも出演して、人気俳優の共演というところも見どころです。